久保さん今回飲むにしましょうか、飲む。飲みたいなと。今日飲むぞっつってね。今日飲む人多いと思うんですよ。今日仕事終わったら飲むぞみたいな。多分飲みますよね。<laughs> どうすか、うん。いつか飲もうかなみたいなね。まあその、なんだ、友達とか、なんか、そういうお誘いで、いつか飲みたいね、またっていうのはあると思うんですけど。 自分が飲むぞ、今日今日仕事だったら飲むぞって決めたら、居酒屋行くだろうし、一人で居酒屋行くだろうし、コンビニでチューハイ買うだろうし、<laughs> どうすか。飲みたいから飲むんですよね。いつか飲もうじゃなくて、飲みたいから今日コンビニで買うじゃないですか。だからその、本当になんか飲みたいもの、本当に食べたいものって、多分、やると思うんですよ。うん。まあ100、100百杯ずってですよ。100ずって、 YouTube を始めるのに、えー、初期費用が1000万円かかりますとかね、Facebook を始めるのに初期費用が1000万円かかりますとか、なんかそういうことだったらね、まあちょっと話は変わるかもしれないですけど、別にあの無料じゃないですか。で、別にその、じゃやり方がわかりません。じゃあやり方,りやり方調べるのも無料じゃないですか。<laughs> YouTube の登録方法がわかりません。まあ、それも無料で調べられるし、やり方無料 ででで乗ってるるわけすすし始めるのも無料じゃないですか,だかここでやらないっていうのはほんねえなんねなか本当にやるやる気あんのかなみたいな <laughs> 本当に飲みたいのみたいなねそうなんかいつも思いますけどねなんか僕は情報ビジネスをこう進める理由ってやっぱ本当に0円で始められるんでうんやっぱ投資とかはあのね そそのの必要じゃないですか、ね、まあその仮想通貨もそうなんですけど仮想通貨も FX とかも全部種線必要なのでやっぱ最初におすすめは僕はできないんですよねうーん。仮線が必要だから。で情報発信に関しては種線なくてもできるのででさらに言うとお金なくてもできるしスキルアップにもなるわけじゃないですかでこの情報発信のスキルがあれば例えば投資に回った時も久保さんが言うようにねその その投資の情報発信ができるし、で、結局そっちでもまたなんか商品売れるだろうしね、久保さんも今回、ね、塾売りましたけど、な、ま、ん、あ、でもできるわけですよ。だからもうわらし、情報のわらしべ長者がいくらでもできるんですよね、この情報ビジネスマスターすると。そうな。何やってもお金になるというか、うぐいスパン食っても金になるっていうね、なんかよくわかんないですけど。うん さあねねなななんだろうなあれなんじゃないですか、ね、YouTube をやりたいとかネットビジネスをやりたいんじゃないんですよ多分金も簡単に金が入ってきたいっていうのを妄想したいんじゃないですか簡単に金が入ってくるっていうものを欲しいんじゃないですか <laughs> 僕もいろいろやってきたんですけど結局何もしなくてもお金が降ってくるよっていうのがやっぱねあのお客さん興味あるんですよ <laughs> そう んかあのちゃんとちゃんとしたものは売れなくてなんかまがいものが売れるっていうねこの何すかねこれ <laughs> ちゃんとしたものはあんま売れないんだけどまがいものは売れていくっていう、うん、だからね仮想通貨はには50万とか100万払うんだけどネットビジネス塾には高いですみたいな、ね、<laughs> その多分神経回路が違うんでしょうね いや自分のスキルアップにそこは払おうよと思うんですけどね。いや、そっち払うんだったですよ。仮想通貨に100万とか払うんだったら、いや、自分のスキルアップにちゃんとしたところに入ればいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、神経回路が違うんでしょうね、多分。僕はネットビジネス始めたときに、なんで頑張れてたかっていうと、あれなんですよね。ネットで稼ぐやっぱスキルなんですよ。 いやネットでどうやったら稼げるのかっていう、そのスキルが欲しかったんですよね。だから、前の会社でも、一回もですよ、これ一回も給料上げてくださいって、給料の話一度もしたことないですから、一度もです。売上,上げ上げられるようになったけど、給料の話一切もしてないですもん。なんでかっていうと、それはスキルにフォーカスしてたからですね、僕は。だから、あのまあ、言われましたよ。まあ、給料上げるかはみたいな。いや、パソコン買ってくれって言いましたからね、僕。いや、あ給料じゃなくて、パソコンじゃなくて買ってくださいみたいな。 給料で働いいてないんでとまあ確かにその給料はあった方がいいんだけども、まあ、別に会社に寝泊まりしてたしそんなお金使わないしそう僕が頑張れた理由はもうスキルにフォーカスですねだから僕が社長になっても雇われ社長でしたけどえっと固定給が社長の固定給が、えー、35役員 役員手当が10万で45ですね。で、45日から税金が引かれるんで、まあ、手取り30後半っすか。雇われ社長の給料、手取り、手取りで39ぐらいですよ、多分。もしくは41とか。まあ、税金どれぐらい引かれてたか分かんないですけど。はい。全然その文句言わなかったですけどね、全然。全然。まあ、もちろん、あの、なんか、 経費とか経費形状ができるようになりましたけども、まあそうは言っても会社に泊まってたんでね、結構ね。うん。そう。まあスキル、本当ね、僕はスキルにフォーカスした方がいいと思うんですけどね。まあそこはそう思うんで、言ってく、言い続けていきますけど、まあ結局、流れるっていうね。まあそれも知ってるんでね。まあ、知ってるけど言いますけどね。<laughs> 大事だと思うんで。 ま気づいてほしいですよね、早くね。うん。いってらっしゃい。